私もね、こうあの娘と一緒にこういろんな高校を、まあ、探そうっていうことでね、まあ、あのこれから多分皆様も、ね、足を運ばれることがあるかもしれないんですがこうなんかいろんな学校が、ね、あの集まってくるこうあの学外の、ね、学校説明会のイベントであったりとかあと各学校様の方で、ね、行われるこうあの来校型のイベントとかっていうの、まあ、参加されたと思う これれが参加さると思うんですよね私も実際行ったんですけどもでその時思ったのがやっぱりこうねいろんな学校のブースがこう例えば東京国際フォーラムであるとか新宿の、ね、こう会場とかいろんなところがあると思うんですけどこうとドワーッとたくさんあって一体うちの子にはねどの学校が合ってるのかなとかねあのこの学校大学進学はどうなっているのかなとかこんな部活ねあのなんていうのかな こう名前としては悪いけど盛んなのかなとかねなんかいろんなことがもう分からなすぎて一体何を基準に選べばいいんだろうとすごくやっぱり戸惑った経験がありますそんな中でやっぱりこう私がね、まあ、うちの娘は高校には行ってないですけど <laughs> あの、まあ、一つ思ったのがなんていうのかなあのこう仕組み その学校が例えば、ね、あの大学進学率何パーセントとかあの、ね、あのこう海外の研修こんなありますとかあの、ね、こんな部活動頑張ってますっていうさらにこう根っこの部分、まあ、要はどんな文化の学校なのかっていうことがやっぱりこう、ね、あの学校入った後にあなんか入って楽しめるなとかあのいうのがこうあるんじゃないかなってすごくやっぱり思ったんですね。 まあ娘ここ行ってないですけど <laughs> でその時にやっぱりこうその,その学校がどんな文化を持っているのかっていうのはやっぱりこう継続的にこう長く触れないと分かんないだろうなっていうのはすごくやっぱりあの自分としてはやっぱあの思いましたし実際こうあのねご自身のクの今ご覧いただいてる中学生の皆様がのこうキャラに合わない学校に行ってしまうとやっぱ苦しいだろうな あこんなはずじゃなかった感っていうのがやっぱりあ出てきちゃうんじゃないかなと思っていてなのでこの配信ではねこう少しでもやっぱりこうあのその文化の部分っていうのを、ね、こう重視してもちろん仕組みもお伝えしますけれどもあのやっぱいいなと思っています。